ありまして、すいません、急になるんですけど、転勤が決まってしまいまして、今日が最後の試合になります。キャプテン、仕事辞めんの？仕事辞め、仕事辞め、仕事で転勤。だから転勤になったから辞めんの。あ、そう、そっち、うん、毎週帰ってきてるやん。さ、俺も思っとってん。そんな、でもね、金持ちじゃないっていうか、もう、YouTuber できてんねんからさ、もう整形もできてんねん。1円たりとも入ってない。むしろ、20万ぐらいマイナスやな。そういうのが、あれでしょ、最後のキャプテンね。うん、今日最後だから、よろしくお願いします。はい、ヤンチャーズに入り3年、いろんなことがありました。キャプテンとしてチームの勝利を導くために声を張り、みんなと楽しく厳しく勝つ野球をやってきました。その集大成を最終戦で見せれたと思います。今日の動画は GBN 春サントリーフーズ戦です。ではご覧ください。ノピーチャンネル、すべての草野球選手に光を、ノピーチャンネルの提供でお送りします。では始まりました、 GBN2020 春ヤンチャーズ VS サントリーフーズ戦です。スタメンはこのようになっております。1番栗林、2番澤田、3番金田、4番山増、5番ナオピー、6番アジユスさん、7番大樹、8番聖夜、9番ミッシー、先発ピッチャーは長島くんです。では最終戦、ナオピーの最終戦です。1回の表、1番バッターは栗林。この当たり、強い当たりもサード正面、サードゴロに倒れます。そして2番澤田、この当たり三遊間を破るヒットになります。しかし後続打ち取られ、この回0点です。先発ピッチャーは中島くんです。先頭バッターはサードフライ、めちゃくちゃいいピッチャーなんですよね。そしてここは空振り三振、多彩な変化球で相手バッターを翻弄します。2回の攻撃、バッターは5番ナオピーから、ツーストライクに追い込まれ、この辺り、1本出て、なんとか安心しました。先頭出塁です。バッターは、6番橋口さん。ここでエンドラン。進塁打になり、ワンアウト2塁になります。バッターは7番大樹。この辺り。サード弾きますがアウトにします。その後後続倒れます。2回の裏、先頭バッター、4番バッターに この当たりがソロホームランになり、先制点を奪われてしまいます。その後はコースを丁寧に突くピッチングで相手バッターを抑えていきます。この辺りは三遊間のヒット、ここでタイキャノン、素晴らしい肩を見せつけます。
して次のバッターはサードゴロ、栗林がアウトに取ります。回は隅3回、この回は1番栗林、この辺り内角をうまくさばき、レフト線のツーベースヒットになります。バッターは2番沢田、この辺りいい当たりだったんですがレフトフライになります。ヤーマスのところで栗林盗みますが、これはタッチアウトになります。チェンジです。そして次の回、中島君ツースリーからフォアボールを出してしまいます。先頭バッター失礼します。しかしその後は後続を抑えます。ヤンチャンスマネージャー大募集、詳しくは DM で。そして回は済み、4番ヤーマス、4回の表、この辺りサード素晴らしい、ヤーマスの言い方アウトに取ります。バッターは5番ナオピー、この辺りナオピーシフトが引いてあればツーベースヒットの可能性がありました。そして5、6番、橋口さん、この辺り橋口さんらしいヒットでツーアウトからランナーを出します。そしてバッターは7番大樹、ピッチャー強襲、しかしグラブをかすったところにショート転送してアウトにします。点は取りません、ヤンチャーズ。4回の裏ツーアウトを取って、最後はセカンドゴロでアウトにします。回休み5回、バッターは聖也、この辺りが内野安打になります。バッターはミッシー、うまく打ったがこれはレフトフライになります。チャンスでバッターは1番に返り栗林、しかしここはサードゴロに倒れます。バッターは沢田、仕掛けます。ツーアウトからセーフティースクイズだったんですが、これはファールになります。そして次の球はセカンドフライになりチェンジとなります。5回の裏、この当たりはセカンドゴロ、チェンジです。6回、バッターは3番金田、この辺りはセカンドゴロになります。バッターは4番ヤーマス、止めたバット全力疾走セーフになります。そしてナオピー打ち取られ、ここでヤーマス走ります。しかしここはアウトになってしまいます。ヤンチャーズ得点奪えません。6回の裏、先頭バッターをキャッチャーフライに打ち取ります。この辺りセンター前ヒット、そしてこの辺りはライトフライ、ナオピ今日はラッキーはしません。2アウト2塁でバッター、この辺りセカンドの頭の上に抜ける、しかしここでヤーマスが矢のような送球を見せる、しかしここはセーフになります。
余裕を持ってホームを突入してきたんですが、間一髪、山瀬素晴らしい肩を見せつけます。そして回は進み7回、バッターは5番橋口さんが、6番橋口さんファーボードを選います。そしてバッター7番大樹、デッドボール、ランナーノーアウト1塁2塁になります。なんとしても勝利したい。ビハインドの場面でバッターせいや、ここでバント、ワンアウト2、3塁にします。ここでミッシー、決まったミッシーに代え、代打今東が入ります。そしてしっかりとゴロを転がし、ヤンチャーズ1点を返します。ここでバッター栗林のところでワイルドピッチで、ヤンチャーズ同点になります。そして最終回、ピッチャーは浜崎くん、先頭バッターにセンター前ヒットを打たれてしまいます。しかし続く後続を抑えていきます。ナイスボール、カウント2-3、最後はショートフライに抑え、ヤンチャーズ2対2の同点。なんとか強豪サントリーさん相手に2対2という形で終われました。最終戦負けなくてよかったです。片岡さん、いつも審判ありがとうございました。まあ最後にですね、あと 2,3 本上げた後にまた振り返りをやりますんで、そちらの方もご覧ください。今日の動画は以上になります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。デイクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんで、ぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんで、ぜひいろいろ見てもらえたらと思います。じゃグローブちょっと、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。サバチャンネルもやってます。で、TikTok もやってます。いっぱいやってるんでよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。